高原はコーヒー農園を営んでおり、年間収穫5000杯分を目標にしていた。高原は中学生の時、新幹線で通学していた。高原がメンタルを維持するために行っていることは、特にない。高原は背番号を決める時、一桁の番号は選ばないようにしている。高原は清水エスパルス移籍時、得点王を狙える大砲と評されていた。高原は2005年に結婚しているが、2011年に離婚している。高原の趣味は、ショッピング。高原は小学1年生の頃特例で、小学3年からしか入れない少年団に入団した。高原は日本代表時代アジアカップで、日本人初の得点王に輝いた。高原の好きな食べ物は、ヤギ汁と稲穂の佃煮。高原が尊敬している選手は、中山雅史。高原は2002年に、J リーグ MVP と J リーグ得点王の2冠に輝いた。